皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。今日もお着合わせから無事帰ってまいりました。今日ね、合わせた感じでまた一つねちょっと課題が見つかったので、まあ録音を聞きながら今日ちょっとね一晩じっくり考えてみたいなと思っています。というのがですね、今回ねちょっと珍しい番でオケとやることになってましてですね、この番のエディションは私今回ね初めて見たんですけども、かなりアーティキュレーションや、まあ、いろんなところ強弱がね、通常版と違って、はい、変化がかなりあります。で、特にカデンツもね、はい、一部変わったカデンツが1楽章と3楽章でねそれぞれ作曲者が違うんですけれども、なかなかね、面白いことになっています。なので、実際に昨日やったバージョンと今日やったバージョンとどっちが聴いてて楽しいかっていうのをね、ちょっと録音聞きながらねいろいろと、楽譜とにらめっこしようかなと思ってるんですけども、チマローザのねフルートコンチェルトね、日本のフルートのためのコンチェルトっていうのは非常にねよくね演奏されることもあるんですね。で、私も10代からずっとさせていただいてますけど、今回のパターンは初めてですね。全く違う曲と言ってもいいぐらいいろんなことが違います。で、その上でね、こうね、みんなのやりたいことをこうすり合わせていかなきゃいけないので、そこが難しく、また面白いところかなと思っています。いよいよね、明日が本番なのでね、どういう仕上がりになるかっていうのをね、楽しみにしていただけたらなと思っています。ちなみに、昨日のお気合わせと今日のお気合わせで、全然別の人が吹いてるみたいな感じにはなりました。で、それがどう聞こえているかっていうのをちょっとね、聞いてみようかなと思っています。その上で明日どうするかっていうのを最終判断したいななんて思っていたりなんかします。なのでね、もう一回いろんなものをねちょっと見直してみようかなと思うんですけども、いやー今回のねエディション面白いです本当に。カデンツ自身もね相当面白いんですけどね、明日は皆さんに楽しんでいただけるように頑張りたいと思いますので、ぜひ会場の方でね皆様とお会いできるのをお待ちしております。それでは皆様またね。